にちは、ゲーミングお母さんちゃみです。本日はですね、鬼滅の刃刀鍛冶の里編第3話のお話していきたいと思っております。今回からいよいよ戦闘シーンに入るということで、私もめちゃくちゃ気合い入っていたんですけれども、いやーもうほんまに素晴らしかったですよね。何から喋ろうって、今回も情報が多すぎるんですけれども、前半のわちゃわちゃから一転しまして、ムイくんの呼吸見せていただきました。うわ、しびれましたね。ほんまめちゃくちゃかっこよかったですよね。エリクト本当に最高でした。ハンティングが切られたと同時に、私も一緒にあーって言ってましたからね。ムイチロウくんの呼吸が素晴らしすぎて、ちょっとフライングで戦闘シーンのお話をしてしまったんですけれども、まず順番ずつに行くと、タイトル画面が少し変わってましたよね。おー変わってるとびっくりしました。まずそこから驚いて、あとやっぱり鋼塚さんですよね。このシーンですよ。より一ゼロ式よりもたくさんの手を持つ鋼塚さん、どんな風にアニメーションで表現されているかなと思ってたんですけれども、ダダダダダダンと回してるのを想像していたんですが、太極拳みたいな、なんかこう緩やかなモーションになってましたね。あれもあれですごいいいなと私は思いました。鋼塚さんの回と言っても過言ではないぐらい大活躍で、めちゃくちゃ面白かったです。やっぱあの方が出たら盛り上がりますよね。画面も派手ですし、私は今回鋼塚さんがたくさん出てくださるだろうなとは予想してたんですけれども、もう一つ登場に伴って予想してたことがあります。それは上半身裸になられた鋼塚さんが下腹部どの辺まで見えているのか、その辺がとっても気になっておりました。はい、ついに結果が出ました。結構見えてたね。結構ギリギリのギリまで見えてましたよね。 PG12 にしたのはこのせいだったんじゃないのっていうぐらい、ギリのギリのギリギリのギリちゃんで、私はすごく楽しませていただきました。はい、ありがとうございます。もう良きものを見せていただいて、今日も元気におしゃべりさせていただいてるんですけれども、そう、もう鋼塚さんに関してはもう今回いっぱいおしゃべりするところがあって、対象こそこそも鋼塚さんでした。しのぶちゃんとみつりちゃんの対服のお話かなと思っていたので、おーと思いました。そう、あー久々にしのぶさんが見れるかなと思ってたんですけれども、ちょっとお預けになっちゃいましたね。まあどこかで見れたら嬉しいなと思っております。手がいっぱいの鋼塚さん、先ほどお話しさせていただきましたが、なんと千手観音鋼塚さんがカフェのメニューになってましたよね。くるくるうどんでしたっけ、ぐるぐるうどんでしたっけ。あれもう本当にびっくりしました。でもめっちゃ美味しそうでしたよね。あ、なるほど、ぐるぐるうどんですね。豚肉とキノコを合わせたきんぴらを中心にうどんをぐるぐるに盛り付けました。どんなメニューなのよ、めちゃくちゃ気になります。リアルタイムカフェのお話も入ってきましたし、いっぱいいろんなコラボも決定したということで、全部まとめて後ほど一本の動画にさせていただきたいと思っておりますので、そちらの方もぜひご覧ください。ゲーミングお母さん、私がずっと謎だった炭治郎の刀問題、今回解消されておりましたね、アニメで。そもそも炭治郎は刀が使えなくなってしまったから今回里の方に行くという流れだったんですが、ハンテングとバトルしてる時にもうすでに刀を持ってたじゃないですか。その時に私、あれなんでこんなことになったんだろうって当時見返していたら、禰豆子ちゃんと寝てるシーンからもう炭治郎の刀があったんですよ。だからもう刀といえば鋼塚さんなので、鋼塚さんとお会いした時に何かこうしてもらったのかなとかいろいろ考えていたんですけれども、今回アニメで、ちゃんとそのシーンが入っておりまして、私の長年のモヤモヤがすっきりと解消されました。さりげにね、あのスマートに表現されていましたね。それから鋼塚さんが気絶してるシーン、虎徹くんが石を投げていたんですけれども、これコミックでもあった表現なんですが、めちゃめちゃ石投げてたんですね。あんなに投
上げてたんだってびっくりしました。アニメでもうムイクンバリにパン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 って結構な勢いで投げてましたね。もうそれももう笑かせていただきました。面白かったです。ゲーミングお母さん。そして今回はなんといっても玄弥くん、玄弥くんの、あ、ちょっと待って、私ちょっと玄弥くんの話しながら泣きそうになったんだけど今。そう、大福が、サネミさんと同じようなちょっと深緑かかってるようなあの黒色というかそういう大福の色で、うわーってなんかもうそれを見た瞬間にちょっとうるっとくるものがあって、うわーと思いました。あともう本当にゲイヤ君の大福姿はめちゃくちゃお似合いで最高に素晴らしかったです。やっぱカラーで見たらいいですよね。ほんでもってあのゲイヤ君の大福の着方、ちょっとね私はしびれました。めちゃくちゃきっちりと着てましたよね、ゲイヤ君。ほんまにあの美しいきっちりとした着方、ゲイヤ君のあの純粋な心がもう着方に現れてるなと。おばちゃんね、それを見てもうマジで泣きそうになって、その別に泣くところじゃないのよ、炭治郎とわちゃ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 楽しくやってるシーンなんだけど、なんかもう涙腺うるうる来てしまって、私いや今ちょっと思い出すだけでもちょっと泣きそうです。お兄ちゃんもバーンと開けてて、やっぱりあのマレチだから自分の体をね切りながら戦ってたのかなって、その切りやすいように胸元を開けていらっしゃったのかなって思うところもあるんですけれども、もうとにかくあの玄弥くんの大福きっちりと着て、しかもきっちりと座ってね、なんていい子なんだって溢れんばかりのいい子さがもうテレビから伝わってきて、もう私それちょっと喋りながら泣きそうになってるんですけど、あのシーンがもうちょっとやばすぎました。もうおばちゃんには耐えられないものがありました。はい。で、玄弥くんは刀を取りに行くシーンが追加になってまして、玄弥くん推しの方にはたまらない回になっておりましたね。本当に最高でした。もう推しじゃない私がこんなに感動してるから、推しの方大丈夫ですか、皆さん息してます、大丈夫ですよね。いやもうほんまに素晴らしかったです。玄弥くんの銃、私これ左手で銃ってやってますけど、オープニングで玄弥くん左手でね銃を撃ってたので、銃は左で刀右なのかなとかいろいろね思いながら見ておりましたが、今までそんなにこれは右だ左だとか思ってなかったので、今回刀鍛冶の里編になって新しい発見をたくさん見つけてるんですけれども、そう、それに伴って今回ふと思ったんです。炭治郎が玄弥くんの銃を見て日輪刀と同じような匂いがするって言ってたのを聞いて、あ、ということはこれは里の人が作ったのかなと、銃をね、もしかしたら違うかもしれないんですけれども、でも炭治郎の花はやっぱりかなり正確に嗅ぎ分けれてると思うので、あ、日輪刀と同じような匂いということは鬼殺隊に関係されていらっしゃる方が作ってらっしゃるんでしょうし、そもそもからくり人形部門があるんで、もしかしたらそのピストル部門もあるのかなとかいろいろね想像しましたね。そういえばこう姫島さんのブンブン振り回す鉄球みたいなのも他の大使の方とはまた違うスタイルですし、もしかしたらまた違う里があるのかなとか想像しながら見ておりました。あと今回炭治郎と禰豆子ちゃんの三つ編みのシーン、あのコミックに入ってたあのシーンをこう三つ編みしながらこうねおしゃべりしていくっていうような展開になっていて、あーもうなんかもうすごい神がかってましたね。めちゃくちゃ可愛かったですよね。でも後半鬼が出てからはもうあの可愛い禰豆子ちゃんから一転してもう強い鬼禰豆ちゃんになってっていう感じで、あの髪をパーンと外れるシーンもすごく綺麗なと思いながら見ておりました。さあそして戦闘シーンの話に少し入ってきましたけれども、私はハンテングのキャラクターボイスに正直驚きを隠せませんでした。
何あの豪華な声優陣は。関戸が梅原雄一郎さん、カラクが石川海人さん、ロンギが竹内俊介さん、アイゼツが斉藤壮馬さんだということで、すごいですね。私もう耳が幸せすぎてどうしていいのか持て余しております。ということは、ハンテングだけで5人もの有名声優さんたちが声を当ててらっしゃるということで、もう何から何までびっくりしました。ただ私は、いや、あの、これはケチをつけてるわけじゃないんですけれども、キャラクターボイス古川さんになった時に、古川さんならもう4キャラ分もいけはるやろなと思ってたので、今回4声優さんが決まったのも嬉しいんですけれども、もちろん嬉しいんですけれども、古川さんの名演技も聞きたかったな。ちょっと残念ですね。その辺のご活躍をもうさすがやなと感動もしたかったので、ああそうかと思いました。だって古川さんにキャラクターボイス決まった時、めちゃくちゃもう興奮しませんでした皆さん。そうですよね。いや、今回ももちろんおおって感じだったんですけれども、わあ、もうでもしばらく聞けなくなるのと思ったら、なんかうわ寂しいしもったいないみたいな感じでちょっともだえておりますが、とにかく今後の展開がめっちゃ楽しみですよね。こんなこと言ってはあれなんですけれども、どちらかといえばハンテングってそんなにちょっと人気が薄かったじゃないですか。人気爆上がりしそうですよね。ハンテングが4つに分かれたところを見て私は確信しました。絶対人気出ますよね。めっちゃセクシーだし、めちゃかっこいいし、おおと思いながら見ておりました。これから戦いのシーンが始まるということで、ワクワクしております。はい、というわけでたくさん喋ってきましたが、第3話の最後はこちらのポスターにもあります、邪魔になるからさっさと逃げてくれないっていうこのセリフでね、終わりましたよね。逃げろっていう声も追加になってて、ちょっとキュンってしちゃったんですけれども、どんだけ私の耳が幸せになっていくのよと、たまらない30分だったんですけれども、私はこのポスターを見た時から、早く動いてるムイ君が見たい、早くこのセリフをアニメで見たい、ずっと待ち焦がれておりました。まあ、いよいよテレビ放送が始まって、このセリフをあんなにかっこよく、あんなに美しく動いて喋って聞かせていただける日が来るなんて、本当に生きててよかったと思っております。はい、というわけで今回はですね、鬼滅の刃刀鍛冶の里編第3話のお話させていただきました。いや、興奮して今日もめっちゃ喋っちゃいましたね。皆さんは第3話を見てどう思われましたでしょうか。またコメント欄で教えてください。はい、というわけでこの度も皆さん最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。ごぶーわー。